皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと変わった企画ということで、JAL の A350 の、エンジンの、中を見ながら、目的地まで行きたいなと、ご紹介したいなと思っています。ですので今回は、前の方の 6A の席を予約しております。ここから、一番左側の席なんですけども、左手の窓を見ますとエンジンの中がですね、非常によく見えるという席になっています。まず着席してシートベルトをしたら、ルーティンとしてはこの機体マップと、フライトの、マップとか選べるんですけども、機外カメラを設定します。沖縄那覇行きですが、結構満員ですね。大混雑です。ちなみにこのすぐ前方が12席であってあるファーストクラスになってます。今のところ隣にいないんですけど、来ないといいですけど、多分この後来るでしょうね。この後何かあるというわけではないんですけど、私はこの JAL のボーディングミュージックが好きなので、無駄に、撮影を引っ張っております。ご興味のない方は早送りしていただけると幸いです。この曲かっこいいですよね。これから旅に出るっていう、なんか高揚感がこう湧き立てられるというか、いい曲だなと思っていつもワクワクしながら聴いています。ここからサビです。じゃーんという感じですね。本日は D 滑走路から、離陸ですので早送りでご紹介します。今橋を渡って D 滑走路に向かっております。以前の動画でも、何度もご紹介しているように、この機体をね、後ろから眺められるカメラっていうのは非常にワクワクですね。さあ、いよいよエンジンの内部をご紹介していきたいと思います。ご紹介といいましても、ただ中を見て綺麗だな、回ってるなって、感じていただくだけということになっているんですけども、こうやってこのね、ファンがぐるぐる回っている姿をこう見るっていうのはなかなかないかなと。ソウル席にもよりますし、これがね、綺麗に見える席ってあんまりないんですよね。さあ、いよいよ離陸いたします。非常に高速回転してますね。これね、バードストライクとかたまにありますが、この中に入っちゃったら痛いでしょうね。もうぐちゃぐちゃになっちゃう。ちょっとダイハード、ブルース・ウィリスが主演してた映画のダイハードで、そういうシーンありましたけど、思い出
されますね。いやーよく回ってくれてますよね。これのおかげで、まあ、届けるわけですからね。すごい回ってくれてます。この回ってくれてるのを見ながらですね、少し早送りで東京湾上空を右旋回しながら進路を西に変換するところをご覧いただきたいと思います。ちょうど太陽の光が差し込んで中がよく見えるようになりましたね。いやーこのエンジンの中央部にあるあの白いぐにゃ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 糸みたいのが回っているの見えると思うんですけど、まあ、これはねあの物理的に人間が見てあのエンジンが動いているかどうかを識別しやすくするためというようなまあ安全のねあの表示になっているみたいですね。さあ時は2時間半後にワープいたしまして、今雲の中に進んでおります。もう間もなく目的地に着陸ということで高度を下げております。雲をどんどん食べてますね、エンジン君が。こんなね何時間も高速回転でずっと回ってるってすごい負荷かかってるんですよね、このエンジンっていうのは。なのでメンテナンスがねとても大事なんですよね。で、まあ、エンジンメーカーいろいろありますよね。ホイットニー・ユーストンとかロールス・ロイスとか GE とかありますが、まあ、これロールス・ロイスだったような気がするんですけど、間違っていたらすいません。で、まあ、いろんなメーカーさんのやつを積載してるんですけども搭載してるんですけど、まあ、そのねメーカーごといろいろ整備の、ね、基準とか複雑に異なってくるようですね。さあ那覇空港の、沖側のですね新しくできた滑走路に着陸になります。ここからはスピードを元に戻して、着陸するエンジンの中身をお楽しみください。ちょっと逆光で見にくいんですけどね。今着陸したんですけど、わかんないぐらいスムーズでしたよね。でね、この後の制動もね、すごい穏やかに止まるような動きで、A350 って結構制動とか着陸時の衝撃今まできついなと思ってたんですけど、今回の機長さんは非常にソフトなランディングをしてくださったなと感心しました。カメラを持っている手もほとんど揺れないぐらいの衝撃でしたね。やっぱり777とか A350 はエンジンがね大きいですよね。これ多分直径だけで3メートルぐらいあると思いますので、まあ、相当大きいんですよね。こうやって見るとあまりわかんないですが、皆様この飛行機は今那覇空港に着陸いたしました。本日は貨物の搭載に時間を要しましたため、この飛行機定刻よりも10分ほど遅れて着陸いたしました。皆様のこの先のご予定にご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。当然地上滑走もこのエンジンの出力で動いているわけですけど、一時はねエンジン片方だけで動くみたいな省エネ対策をコロナで危機だった時とかやっていたりしましたけど、今も地上に駐機していて電源入れてない時とかっていうのは片方のエンジンだけ動かしたりしてますね。前方ファーストクラスにお座りのお客様、次にクラス J にお座りのお客様、そしてお座席番号27番から40番にお座りのお客様、そしてお座席番号45番以降にお座りのお客様の順番でご案内をいたします。
客室乗務員がご案内いたしますまで、お座席上のお手荷物は取り出さず、お座席にお座りのままでお待ちください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。はい、承知しました、という感じでね。今はコロナで後期についても、段階的にねやるようになっていて、今日本人のお客さんはみんな素晴らしいので、みんな言うことを聞いてくださるという、とてもいい国だと思いますね。これ海外だとありえないですもんね。でこの後ですね、今スポットにもうすぐ到着で泊まるとこなんですが、ちょうどねボーディングブリッジの、かけるところもね間近で見れそうだったので、ついでに撮影してみました。お兄さんがお辞儀をして安全確認をして、業務連絡です。客室乗務員はドアモードを実装モードに変更し、相互確認を行ってください。そろそろ指導ですね。これかっこいいですよね。これちょっと動かしてみたいなっていつも思うんですけど、でもね、万が一ちょっとぶつかっちゃったりしたらね、大変な損害ですから、非常に熟練の技が必要なのかもしれないです。